3つ目こちらです。じゃあ自立生活センター夢くる、はい、ということなんですけれども、こちらは4月に立ち上げた法人だそうですね。はい、はい、そうです。4月に立ち上げて、まあ自立生活センターっていうのは、うん、まあ障害持ってる人が、まあ、病院とか施設から出て、うん、まあ、地域で暮らすことを、まあ、自立生活って呼んでるんですけど、はい、それをで、まあ、同じ障害を持ってる人たちに、うん、あの病院から出ても、うん、暮らせるよっていう情報とか、はい、体験を伝えていく、うん、いて、まあ、障害あっても、はい、地域で生活し生きていこうっていうのをサポートするのがメインの団体です。なるほど。花田さんご自身もそんなに、花田さんがまあちょっとそうだな、真似できるようなモデルケースみたいな人はそう多くなかったと思うので、そういう意味では花田さんの経験でまたもっと自立したいって人が増えてくれるという。そうなんです。はい、で自立生活センターは、うん、まあ特徴としては、まあ、障害を持ってる人と持ってない人が一緒に、障害を持ってる人が必要とする、うん、まあ、サービスとか必要なことを提供して、まあ、行きたいと思っているので、うん、まあ、就労支援っていうのをやるんですけど、はい、うちの場合、まあ、いろんなコースがあって、はい、ヘルパー、障害あってもヘルパーさん、ヘルパーを目指す、うん、できる人はいるので、それを目指すヘルパーコースとか、うん、実際その障害を持ってる人たちと関わって自立のサポート、うん、それを職員コースとか、 あとはパソコンコース、はい、あとは手芸とか服を作ったり手芸するコースだったり、うん、あとはまあ、その人がやりたいことを探して、はい、障害あっても自分ができることを探せるような授業、うん、なるほど、事業所に支援に、はい、就労支援にしたいので、うん、なのでそこはそう、なんとか本当に就労できるようなことを目指した団体を目指してます、はい、本当にこう就労できるようなサポートをしていける場所にしたい。 それが今のやりたいことですね。はい、夢くるって名前にしたんですね。そうですね、あの、まあ、3時間ぐらいかかってみんなで悩んで考えたんですけど、やっぱりそんな、みんな障害あっても夢を持って集まってくるという意味で、うん、集まってきて、はい、それで、そうです、集まってきて、それで夢を叶えられるようなっていう願いを込めて夢くるということ、うんうん、なるほど。あの、新しい、例えば民間であっても行政であってもそういうサービスって、障害当事者がこういうものが欲しいとか、こういうのがあったらもっとこんなことができるのにっていう、こう提案から生まれることって多いと思うんですね。そのためにやっぱり自立する人が増えて、その人たちがもっとこういうふうにしたら、こうしてほしいってい こう足りないことあったらいいなっていうことをどんどん発信するっていう場所が大事だと思いますね。そうですね、本当に障害を持ってても地域に出て仕事もできるっていう社会になるのが僕の目指す、うん、僕が叶えた夢ですね。うーん、そうなんですって。居酒屋もあってね。そうですね、あっていろんなところで働く場所があって、うん、いろんな自分が得意なことできることが仕事にできればなと思ってます、うん、そうですね。あの、最後に一つ私ちょっと思い出したんですけど、去年ほら、あの車椅子ファッションショー、はい、私もあの札幌人図鑑出てるあの石切山さんとかもね、はい、関わってるんですけど、はい、あれ新聞でも大きく取り上げて、はい、やっぱりその過去にああいうのあんまりなかったから、私もああなるほどなと思って見たんですが、あの車椅子の子たちもみんなこうすごいおしゃれを楽しんで、みんな生き生きとしてました。それを見守る家族も本当にニコニコしていたしね。で、実際そのお洋服を作った人もみんなハッピーだったっていうか、ああいうのいいなって。やっぱりこの車椅子の方がもうちょっとこういうふうにしてくれたらおしゃれできるのにっていうことを発信すると、それを作りたいとか、なんか企画したいとか、
そういうこうまた民間の人が増えるかもしれないし、どんどんこう障害当事者の方が外に出ていくっていうのは、なるほどこういうことなんだなっていうふうにワクワクしながら見ました。僕も初めて出たんですけど、うん、やっぱりいやすごい楽しかったですし、うん、そのちょっとまたやりたい癖になってしまったんですけど、あのやっぱり障害ある人もない人もやっぱり、うん、ね、青空にしたいのは同じです。そうですね、しどんどんね、そういう障害あってもない、なくても一緒におしゃれを楽しんだり、はい、ファッションショーがあればいいなっていう、うん、僕も昔からそういうのは興味ある、うんうん、おしゃれにはちょっと興味ある人なんて、すごいいい体験しました。うーん、そうだったんですって。おしゃれをしたら出かけたくなるしね。ね、ちょっと飲みにでも行ったり、そうですね、このお店でもあったら「ヘイマスター」とか言われて、言われたいです。聞いて、私の話みたいな。聞いてくれるの？はい、いくらでも朝まで朝まで聞いてくれるそうですから。なんか本当にそういうお店あったらいいのにって今日すごく思っちゃった。一緒にやってみたいわという方は統制会までこちらお問い合わせいただきたい、下の方に貼っておきますのでお問い合わせいただきたいと思います。さあ、そんなわけでね、素敵な夢もたくさん伺いました。でも何といっても私最初の一歩というか、自立のために諦めなかった、で実際こう自分で探してそういう、人と出会いがあったっていうところは、本当にこう自分の夢をどんどん言葉に出していった花田さんの強さだなっていうふうにも思いました。その強さを思えば本当にこの夢叶っちゃうと思う。頑張ってください。頑張ります。はい、ということで今日のゲストは自立生活センター夢くる代表の花田貴博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。